ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は、本拠地で行われた現地7月21日のレッドソックス戦に1番 DH でスタメン出場。5回に待望の今季30号を放った。大谷は初回の第1打席でまず3球で空振り三振。2打席目はインコース攻めの前にレフトフライに倒れるなど、相手先発カッタークロフォードの変則投法の前に当初は翻弄される。だが、 5対2とリードして迎えた5回の第3打席では、カウント2月1日から低めに投じられたカッターを叩き、完璧な当たりで後半戦初本塁打。打球はスタンド最上段へと消える飛距離約144.2メートルの特大の一発となり、敵も味方も呆然とその行方を見守った。大谷はこれで4年連続30号の大台に到達。 ドジャースはこの一打で6対2とレッドソックスを突き放している。